そんな風に戦々恐々とする僕らを巻き込む形で、極めて唐突にそれは始まった。何それ？ラジオ体操？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今あれか、裁判が終わって、部屋に戻ってきたところかな。何をすればいいんやろ。え？無言？まあ、確かにね、あれよね。あの裁判の後やったら、衝撃的な事実って感じやったけん、そりゃ無言にもなるか。なんか今、何調べても無言になりそうやね。お、これ何？新しくなった？自分の部屋やろ、ここ。あ、綺麗になっとる。消えた。あ、ほんとに、死体ってどうなったん？処分されたんかな？モノクマたちに。消えてしまった。まるで最初から、そこには何も存在しなかったかのように、めっちゃ綺麗になっとるし、立て付けも治ったってことやろ、これきっと。あいつの言った通りか。あいつ？学級裁判の終了後、地上に戻ろうとする僕らに、モノクマはこう言った。あ、そっか、あれ地下やったんやっけ、だいぶ。そうそう。学級裁判も終わったことだし、邪魔な死体は綺麗に掃除しといたから。しょうがないな。いいの、いいの。お礼はいいの。僕はお前らに喜ぶ顔が見たいだけだから。へえ、いや、まあ、大きっぱも嫌やけど、喜ぶも違うよね。それに腐っちゃったりしたら目も当てられないし、健全な生活にも支障をきたすでしょ。まあ、確かに、普通の状態の死体でもまあ嫌やけど、腐っていくのを見るのはさらにトラウマになりそうではある。え、どこに処分されたんやろ。僕には死んだ前園さんたちの死を弔ってやることも許されない。そういうことか。まるで冗談のような、まるで悪夢のような、この状況を確認し、僕はみんなが待つ食堂へと戻った。てか部屋についとった傷とかもすごい綺麗さっぱりなくなっとったね。遅くなってごめん。業者が入るんかな。 あのさそういう専門の業者みたいな。あ、苗木、大丈夫？行きたまえ。部屋を確認するだけと言っていた割に遅いから、今から迎えに行こうと思っていたのだぞ。ごめん。うん。なぜ怒られているのか。それでどうだ？部屋はちゃんと掃除されていたか？死体なんかが放置されている部屋では寝られなくて困ってしまうからな。ちょ、待って、イントネーションがおかしい、私。寝られなくて困ってしまうからな。おいおい。おめえ、空気読めなすすぎだろ。笑いながら言うことではないよね。まあ、空気を軽くしてくれようとしようかもしれんけど。僕の部屋、何もなかったみたいに綺麗になってた。本当にそこで、何もなかったみたいに。そうか。殺人が起きた部屋で寝泊まりは辛いだろう。そのまま前園部屋を使ってはどうだ？でも、前園さんの匂いが残る部屋で寝泊まりする方が辛いっていうか。それに、前園さんの死から、目を背けちゃいけない気がするんだ。まあね、何も起こってなかったかのように綺麗になってるとはいえ起こったもんね、そこで。嫌よね。苗木。ねえ、元気出してよ。しょげ書いてたって仕方がないんだしさ。とにかくみんなで協力すれば、こっから出られるはずだって。うんうん。だからさ、みんなで協力して明るく行こうよ。ね。気休めにもならないことを言うな。ちょっと空気は乱すなよ。今だって何度も協力と言いつつ殺人は起きた。これ、次からはもっと簡単に裏切るものが出るはずだ。今や殺人は現実離れした出来事ではなく、ごく身近なものだと誰もが知ったのだからな。でもさ、確かに殺人自体は身近になったかもしれんけど、ただ、お仕置きも身近になったけんね。実際にどんな感じでお仕置きされるんかを見た後では、怒らんくない？普通に考えたら。前園さやかが唇を切ったせいでね。それは。だってさ、連帯責任とかでみんなに責任がね、って考えたら、やっぱ、全員が必死で犯人探そうとするけん、絶対逃げれんって、お仕置きされること確定やん、ほぼ。だけど、これ以上犠牲を増やさないためには、みんなで協力して車と戦わないと。黙れ。だから言ってるだろう。気休めにもならないことを言うなと。意見ぐらいさせてあげて。協力するとか戦うとか、
これはそんな次元の話じゃないんだ。と言いますと、よろしいですか。黒幕は当初私たちが考えていたのよりもずっと強大な力を持ち合わせているようです。警備が厚いはずの希望ヶ峰学園を乗っ取り、さらにはそこに様々な改良を加え、一応は高度な技術力を有するらしいモノクマを開発し、私たちの膨大な生活必需品まで揃えて、極めつけはあの処刑。あ、もともとがおかしかったわけじゃないってこと？希望ヶ峰学園、その希望ヶ峰学園っていうところが外から見たらまあ優秀な生徒を集めてみたいな感じやけど、内部はもともとこんな血みどろな感じかと思った。そういうわけではないの。乗っ取られたの？すべて手が込みすぎています。ただの異常者の仕業とは到底思えません。逆らうには危険すぎる相手と言えるでしょう。ならば我らはどうするべきだ。ここでのルールに従うまでだ。どうしてもここから出たいのなら、他の奴らを騙して勝つ、それしかないだろう。やっと。なんだ。誰かを殺してまで行きたくない。嫌だ。人を殺すのはもう嫌だよ。でもさ、ずっとこの中におる限りは、いや、まあ、殺されることはあるかもしれんけど、でもみんながここでもう生きていくってね、心を決めてしまえば死ぬことはないわけやろ。永遠に食料は補給され続けるわけやし。もうってどういう意味だべ。だって桑田くんはみんなが投票したせいで死んじゃったんだよ。みんなで殺したのと同じだよ。ゲイだよ。あのさ、あの時桑田に投票してなかったら逆に私らが処刑されてたんだよ。藤崎ちゃんはそれでよかったの？そうですぞ。それ以上自分を追い込むのはまずヒットのすることですぞ。ねえ藤崎さん、悪いのは藤崎さんじゃないよ。桑田くんでももちろん前園さんでもない。全部黒幕のせいだよ。僕たちに投票を強制したのも黒幕なんだし、逆らってたらどうなったかわからないんだ。それに処刑なんて言ってたけど、結局桑田くんを殺したのは黒幕じゃないか。だから僕らが憎むべきは自分たちじゃなくて黒幕のやつなんだ。お、チャイム。あ、ってことはもう寝る時間が来たってことかな。ん？なんだ？校内放送です。毎回いい画面あったんやっけ？午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。てか時間ぴったりに閉まったりとか、時間ぴったりに部屋におらんといかんわけじゃないんやね。なんか猶予はあるん。普通こういうのさ、学校とかでも、ね、授業がじゃないわ。チャイムが鳴った時にはもう、席ついてないといかんことない？先ほどのお前らの発言には、自分を正当化しようとする、浅ましさが見え隠れしていました。おう、むちゃくちゃ聞かれている。まあそりゃそうか。見え、あんだけ監視カメラもあってね。くらいの割合。つまり、ほぼ見えとるやん。ほとんど丸見えな見え隠れでした。うん、ほとんど隠れてないやん。いいですか？よく覚えておいてくださいね。人が人を裁く責任は重いんだ。ちゃんと自覚しろよな。まあ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 。でもまあ、あれやん。グレーな人とか、白かった人ならあれやけど、今回は実際に殺した人を裁いたわけやけんさ、他に何もしようがなくない？秩序は、犠牲と責任の上にのみ成り立つんだよ。ね、ではでは、いい夢をおやすみなさい。犠牲はいらん気がするけどな。何なのよ今の。全部俺らの責任ってか。そいつはまた随分なこったな。いやまあ一番最初の人が殺さんかったらよかったっていうのはあるけど、でもまあ一方的に閉じ込められてね、ここで一生生活してってくださいって言われてもやん。なんとも言えんよね。クソが、言いたいことだけ言いやがって。こうして激動の一日は終わりを告げた。前園さん、江ノ島さん、桑田くん、三人もの犠牲者を出した激動の一日。ねえ、なんでさ、前園さんの事件しか取り扱われんかったん？
江ノ島さんはまだあそこに置きっぱ？だって何も捜査できてないよね、あの事件。え？別、自殺じゃないんやろ？殺されたんよね。なんであれなんか普通に何事もない感じで何も扱われてない。だけどこれはまだ始まったばかり。僕らの絶望はまだ始まったばかりだったんだ。あ、そっか、あれって一番最初に殺されたんか、モノクマに。そういうことか。なんか今めっちゃ思ったけど、あれ別に犯人とかおらん。よくあるデスゲームとかでよくあるさ、一番最初に見せしめで殺されるやつか。翌朝、朝のモノクマもアナウンスともに僕らは体育館へと呼び出された。そういうことやんね。あ、普通に忘れとった。今度は何させようってんだよ。そんな風に戦々恐々とする僕らを巻き込む形で、極めて唐突にそれは始まった。何それ？ラジオ体操？はい、腕を上下に伸ばして。なんか新しい殺人的なことかと。まあ、でも向こうから手出ししてくることはないんやろ。こっちがおとなしく生活しておく限りは。1、2、3、4。さらに強く上下に。一人だけ真面目に。曲げ伸ばしましょう。え、てかさ、ここ一応学校やけどさ、勉強とかは？全身を緊張させ、本当に普通に何もなく生活するだけ？力強さを身につけるのだ。それは嫌やな。なんかちょっと、ねえ、授業的なことはしてほしいよね。はぁ、はぁ。すげえ疲れとるやん。やっぱ運動って気持ちいいよね。運動ばっかだと体もなまっちゃうからね。自分で閉じ込めたくせに。どうせならほら、あれを、ま、閉じ込めるなら閉じ込めるでさ、なんか外っぽい感じの場所も作ってほしくない？こうやってインドアがどうこう言うんやったら。細かいことは気にしない。それが前生き方。あ、今の僕かっこよかったんじゃない？前生き方ってどういう、どういう言葉？惚れる？惚れる死ぬ？もだえ惚れ死ぬ？惚れる死ぬってなんだ。それで。怖い怖い。要件はなんだ。ラジオ体操だけのために呼んだのではあるまい。一応あれなんかな。ゲーム的なことはするんかな。ラジオ体操だけ？だけって言った？ほら！ラジオ体操を笑う者はラジオ体操に泣くんだぞ。それに、このモノクマラジオ体操には、猿暗殺権の極意がみっちり凝縮されているのだ。闇の帝国に代々伝わる秘伝の暗殺権がな。はい。なんだか中学生が考えたような恥ずかしい設定のラジオ体操ですな。いいからそろそろ答えろよ。本当にラジオ体操のためだけに呼んだのか？あのね。あらやだ、僕はそんなに暇じゃないよ。じゃあ。発表します。この希望神学園は、学級裁判を乗り越えるたびに、新しい世界が広がるようになっております。あ、行ける場所が増えるってこと？どういうことだべ？新しい世界。お前ら！お前らも一生ここで暮らしていくのに、なんも刺激がないと困るでしょ？それに適度にやる気を与えないと、お前らみたいに白け世代はすぐにブータれるし。白け世代。いいねー。ってなわけで、探索はどうぞご自由に。学級裁判後の世界を思う存分堪能してください。でもそれって時間経過だけじゃ広がらんってこと？学級裁判が行われて初めて世界が広がる。としたら、事件が起こる必要があるってことよね。それは、そんな一方的な説明だけ残し、モノクマは僕らの前から姿を消した。それにしても、新しい世界って、ひょっとして、外への出口とか？それはないやろ。それは、どうでしょう。その可能性は低いでしょうね。なこら！なもん調べてみないとわかんねえだろうが。おい。どちらにせよ、もう一度学園内を探索する必要がありそうだ。いいかね。では、ひとまず手分けして調査だ。そして、その後で食堂に戻り、互いの調査結果を報告し合おうではないか。ふん。バカの一つ覚えだな。いい定番と言ってくれたまえ。早速始めるぞ。それ言い換えだけでいいんや。その言葉を合図に、みんなは体育館から散っていった。応援の品さんも亡くなっている。いなくなっている。片付けられたんやね。ここはもう何も調べるものはなさげ。うん。何もないね。出ます。
お、まだこんなとこにいたのかい？どういうことだべ？おお、ナイギッチ、そこのショーウィンドウの中見たか？まずい、これはまずいべ。何か？特に変なものはなかったと思うけど。うん。素人さんから見ればな、これは恐ろしい罠だべ。リアルな話。そこに並んでるものにはな、外なる？神からメッセージを込められるんだべ。何それ？スピリチュアルな感じ。俺にはわかる。これは破滅の予兆なんだべ。出してくれ。俺をここから出してくれ。なんだかよくわからないけど、そっとしておいた方がいいかな。なんか次あたりに死にそうな感じやね。なんか殺す側じゃなくて死ぬ側に回りそうな感じがする。こういうなんか取り乱した系の人って。あ、待って、これ体育館に戻る方ですよね。出ます。出ます。ちょっと押してから思ったよ。はい、出ましょう。どこが広がったんかな。あ、ここシャッター閉まっとったよね。開いた？階段を閉ざしていてシャッターがなくなってる。これがモノクマの置いてた新しい世界の意味だとしたら、この上に何が。ここが学校エリアの2階。もしかしたらここに何か手がかりがあるかもしれない。いや、きっとあるはずだ。これ水蓮場って何？プールのこと？あ、屋根。プールの更衣室って感じ。苗木、聞いて聞いて。奥にね、プールがあるの、プールが。プールがあるんだよ、プール、プール。何回も言わんでもいいよ。そんなに連呼しなくても分かったから。しかも、更衣室にはトレーニング機器が勢揃い。さくらちゃんが知ったらすげえ喜びよ、絶対。そうだね。朝比奈さん、だいぶテンション上がってるな。まあ、でも、いい感じじゃない？ねえ、テンション高く保つのは大事やと思うよ。懐かしいね。なんかこんな感じやったね。ビート板とかめっちゃ置いとったわ。学校じゃないけど。私が今思い浮かべたらめっちゃスイミングの方やけど。あった、こういうやつもなんか。この棚には水泳用のいろいろな用具が並んでいる。おう。コインゲットした。あとは、これは人だね。こんなところにも、モノクマが映るモニター。こんなもの壊してやりたいけど、壊したら大変なことになるんだよな。え、なにこれ？レーザー銃みたいなの？これって本物の銃だよな。戦場じゃあるまいし、なんでこんなものがあるんだよ。え、怖ー。そしてここにも、カメラが。え、でもなんか男子の方しか向いてなくない？あ、一応あれか。ここは更衣室ではなくて、更衣室の前段階？この向こうは更衣室になってるのか。うん。更衣室に入るには電子手帳が必要みたいだよ。そうなの？じゃあもうすでに入ってみたんかな。そうなのです。更衣室のロックを解除するには、ドアの横にあるカードリーダーに自分の電子手帳を重ねてください。そうそう。ただし更衣室のセキュリティには万全を期すため、男子の電子手帳で入れるのは男子更衣室のみ、女子の電子手帳で入れるのは女子更衣室のみ。あー、なんか更衣室で事件起こりそうじゃない？それでなんかこの電子手帳、この辺なんかヒントになってきそうじゃない？なんか女子の更衣室で起きた事件、女子が犯人のはずやのに男子が犯人でしたとか、その逆とか。となっております。でもじゃあさ、誰かがドアを開けている隙に別の誰かがこっそり入ったりしたら。そんな卑猥なことをする輩は不純異性交友として容赦も情けもなく罰します。あ、なるほどね。じゃあ女子の方に男子が入ったら罰されるんや。んー、その逆もしかり。じゃあ大丈夫か。蜂の巣になりたくないもんね。天井にガトリンガンがぶら下がってるでしょ。あれね、ドド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 って。あんなあんなので撃たれたら怪我しちゃうじゃん。え、死ぬでしょ。死んじゃうと思う。うん。ですが電子手帳を貸し借りした場合はどうなるんです？男子が女子から借りれば女子更衣室に入れてしまいますわよ。あ、え、
じゃあやっぱり私が最初に言ったみたいな実験は起こりうるってことや。あれカメラで見て判断して撃つんじゃないの？カードキーでだけ判断して撃つの？それは無理だろ。考えてなかった。そんな卑怯で卑劣で鬼畜な方法があったとは。うん、じゃあこういうのはどうかな。わかった。高速に電子生徒手帳の他人への貸与禁止って項目を追加するの。そうすれば電子生徒手帳を他人に渡すならでしょ。そっか、高速は絶対さえ渡る金の面か。さえ渡る面 100% の頭脳、僕って天才かも。まったく。そもそも他人に電子生徒手帳を貸したりする人がいるとは思いませんけどね。よろしいですか。悪用されたらたまったもんじゃありませんし。まあね、殺人の現場に落としてこられたりとかしたら嫌やし。更衣室のセキュリティにはやけにこだわるんだね。もちろん。だってさ、高校生って欲望の塊じゃん。ペットボトルにも浴場するお年頃じゃん。どんなお年頃。だからいろんな間違いが起こらないように見張りは厳重にしておかなければならないんです。でしたら寄宿舎の方も取り締まってほしいですわ。あちらこそ何か起きても不思議じゃありませんわよ。男女が一つ屋根の下で寝泊まりするなんて。僕は神聖な学校のイメージを守りたいだけだから。あ、じゃあ一歩外に出たらもうどうでもいいと。だから寄宿舎で何が起きようと興味ないんで、力ずくでもアブノーマルでも好きにすれば。さて。待ってね。じゃあ校則の件はそういうことで決定ね。まったね。せっかく上がった気分が台無しだよ。気分転換に一泳ぎしてこようかな。そういえばあれよね、水着持ってきとったよね。うんうん。セレシちゃんと藤崎ちゃんも一緒にどう？私、お顔が水に濡れるのは苦手ですの。ごめんなさい。遠慮しておくよ。え、なんで？悩んでる時泳ぐのが一番なのに。うん、それは朝比奈さんだけじゃ。